どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。今回はゴエモンセカンドからのリプレイを皆さんにご紹介していきたいと思います。今回ご紹介するのはタウンホール級アルティメット攻め。早速皆さんと一緒に見ていきたいと思います。まずですね、アルティメット攻めとは何かというとですね、陸パートに呪文の比率を使うんですね。多くかけるんですね。はい、今回編成はラバハウンド3、バルーン15ということで、空のその編成の比率は非常に大きい、多いんですけれども、なんと呪文をすべて陸パートに使うんです。こちらがアルティメット。早速皆さんと見ていきましょう。まず援軍が出てくるんですけれども、こちら援軍はポイズンで処理しています。これもうちょいポイズンが早ければゴーレムがね、こうバルーンのターゲットにならないのでいいかなとは思いますね。で、出てきた瞬間にこう打つっていうのもポイントになるかもしれません。そしてババキンアチャクイ出して、そして呪文のレイジを打ちます。残る、そしてヒーリングも打つ。もう残る呪文がありません。もう陸パートに相当の呪文の比率をかけていくんですね。そしてちょっとね、空軍のために全体を見下ろしていきましょう。さあ、ラバハウンドが出てきました。ラバハウンドをこのように出して、しっかりとラバハウンドにターゲットをすべて集めております。そしてバルーンが攻撃されていない状態なんですね。ラバハウンドに攻撃が当たっていることによって、バルーンが死なずに、生きてくるんですよ。はい、そしてこうね、あと対空砲2本残っているんですが、アーチャークイーンが残っています。さあ、そしてバルーンも残り5体残っています。いや、こちらがね、もうアルティメットの強いところ、あの呪文を使わないのにもかかわらずバルーンが死なないんですよ。要するに、で、巨大クロスボウであったりとか対空砲をや援軍をですね、陸パートで全て処理して、なおかつ陸パートで中心部までゴリゴリ進められるので、そのヘイストとかレイジとかをね、バルーンに打つ必要がないんですね。いや、もうこちらね、そして裏バル、そしてバルーン1体残ってますからね、後処理用のバルーンと言うべきでしょうか。これは、いや、これね、ほんとアルティメット攻め、ほんとね、革新的な攻め方だなと思いますね。ハイブリッドとかですと、もうゴーレム2体ウィズ4体ぐらいにヒーローで対空砲1本、まあできれば2本でも1本ですよね、破壊できて対空砲2本、そして対空砲1本、まあ、スイーパーとかも破壊したいですけれども、やはり最初にこうブワーッとね、もう削ってしまうので、もうバルーンに呪文を使うことがなく攻めることができるということでございます。はい、今回はタウンホール級アルティメット攻め、皆さんと一緒に見ていきましたけれども、アルティメット攻め皆さんもし見たいという方がありましたら、ぜひともですね、まあ、ここからどしどし上げていきたいと思いますので、タウンホール級の皆さん、みんなで全開取って日本強えとか言わせましょうよね。ね、本当にやっぱタウンホール級ね、今前回がまあ取りやすいであったり、まあ取りやすい環境にあるとは思うので、バシバシ取って、もうリアルの友達とかにね、ちょっと自慢とかね、もう普通にもう、え、星さん、いやいや星さん、いや当たり前、え、星さんって当たり前、あれ当たり前、え、あ、うん、なるほどね、みたいな感じでね、もうドヤ顔できたらなと思います。ということで皆さん、今回はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をしていただけると私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。